また会ったね。今日は君が観測することになる3つの物語のうちの1つを紹介しよう。私は機械で人ではありません。ですが人間を理解したいとそう思っています。こいつが夢にまで見た機械の腕。新しいその機械腕でバリバリ稼いでフルアーマー目指すんだろ。私の愛しい娘ラッカ、目覚めるのです。私はコアパーツとしてタスクを忠実に実行します。マキナラボルワールド、天と地で分断された世界。空から妙なものが落ちて、あれは人？頼むぜ、俺の新しい腕いけ。マキナの少女とラボルの少年の物語。あなたは人間？君は機械人だよね。ジャンク街のことなら俺に任せな。天井界から降ってくるパーツの雨、なんでこんなもんが。特別にキララが友達になって一緒にいてあげる。人間の文化を愛している。特にというなら漫画だね。これは二つで一つの物語、一つで二つの物語。さあ観測を